皆さんこんにちは、植木博士です。今回の動画では元カリアユイカさんの紹介をします。それでは本編へどうぞ。元カリアユイカ、1987年9月8日生まれ。日本の女優、司会者、本名同じ、東京都目黒区出身。スターダストプロモーション所属。来歴、ワクワクサイエンスでテレビ初出演。日本大学芸術学部演劇学科を卒業。連続ドラマでは2001年3年 B 組金髪先生第6シリーズに生徒役として出演。2005年に連続テレビ小説ファイト NHK で主演を務めたほか、僕の歩く道、関西テレビ装備のない花やフジテレビに出演。映画では2006年から2007年にかけて、ディア・FENDUGUSTENG、ラブレター・青い子優太に主演。2008年に映画、相棒劇場版に出演している。2007年、松任谷由実の曲を元にしたショートフィルム、ユーミーフィルムズプロジェカラット中の一編、リフレインが叫んでるに出演した。2012年4月7日より、約9年にわたり司会を務めた優香の後任として、TBS の情報バラエティ、王様のブランチのメインキャスターに起用され、2015年9月26日まで3年半の間出演した。2013年7月公開の劇場版アニメ映画、それいけ。アンパンマン、パパス。希望のハンカチで声優デビュー。2021年10月24日、ユイカとして歌手デビュー。人物。姓の、元カリアの。カリアは、薩摩藩における代官所の井で、祖父の出身地である鹿児島県に多い。妹は元東海テレビ放送アナウンサーの元カリアリーナ。趣味は、ジョギング、音楽鑑賞、読書、水泳。日焼けしやすく、日傘を持ち歩くことを欠かさない。好物は、和菓子、おばが作る春雨サラダ、小瓶。好きな歌手は松任谷由実と aikoで、前者は常に iPod の最近再生した曲ベスト10に入っている。本能。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。